皆さんこんにちは、モレノです。本日は RTTF マチスについてレビューしていきます。昨夜登場した SBC になりまして、作成コストが15万円コインほどになります。で、RTTF なので今後アップグレードが見込めるカードではありますが、正直グラナダの次節がマンチェスターユナイテッドになりまして、勝ち上がるチャンスは限りなく低いのではないかなと思っています。現状ユナイテッドは、ミランを倒し優勝候補の一角ではあるので、どちらかというとこのマチスのカードも今後のアップグレードを見込んで作るよりは、どちらかというと今この現状を87のカードをレビューしていくっていうのがメインになってくると思います。ただ、能力値見ていく限り、15万というコストは払える能力値はしてるなと思うので、実際にゲーム内でどういう動きをするのか楽しみです。で、身長174センチのハイミディアムのワークレートの選手です。で、この選手ね、ボディタイプがストッキーなんですよね。アグエロだったり、あとはテベスは違うのかな。比較的ね、大柄っていうか、ごつい体格の選手なんですよ。これらの選手ってね、どちらかというとね、ドリブルはそこまでっていう感じもあるんですけど、174センチなんでそこそこできるとは思います。なのでね、実際どういうドリブルするのかがちょっとすごく興味深いですね。で、右利きでフォースターですね。4-4 あるのは本当にね、やっぱりどのポジションを置いても使いやすいとは思うので、ここはね、すごく大きいと思います。で、能力値見ていくとね、強いです。今後のね、アップグレードすれば、もちろんこれ以上強くなるんですけど、現時点でもう能力値だけ見ると15万のカードとは思えないぐらいで強いです。理由としては、もちろんペースが96あるっていうのもそうなんですけど、敏捷性、バランス、ドリブルにおいてこの2数値っていうのはすごく大切なので、その数値が99、99いくのが、やっぱね、カードとして魅力的だなと思います。で、なおかつマークスマンをつけたことによって、コントロールだったりドリブルも98までいくので、本当にね、ドリブル値はほぼカンストしてるんですよ、言っちゃえば。なのでそこがね、非常にね、楽しみな部分だなと思います。で、今回マックスマンつけています。理由としてはね、シュートスタッツのアップグレードは必要だなと思って、で、フォークとかでもいいんだけど、スピードこっから上げるよりは、どちらかというとドリブル上げた方がいいと思ったので、マックスマンにしています。で、フィニッシャーではない理由としては、フィニッシャーは敏捷性バランスが上がるキュミストリーなので、もう99個の選手は行ってるので、マックスマンが、一番合ってるのではないかなと思います。ただ、マックスマンつけることによってね、決定力も95いきますし、シュート力も99で、ドリブル値もカンスト。で、フィジカルスタッツもそこそこあるので、本当に楽しみの一言ですね。で、ロングシューター、高速ドリブル持ちです。で、今回使っていくチームこちらです。本赤になります。で、使ってるフォーメーションとしては、今442のね、ロストゴプレス、ちょっと試してます、ずっと。の2トップの一角。今回ストライカーとしてしか見ていかないです。理由としては、ここちょっとシーツイッチ。理由としては、ストライカーができれば、この選手の能力値的には、サイド起用は絶対的にできると思うので、どういう、選手なのかっていうのを主に見ていければなと思っています。ここもついてるんです。っていう感じですね。では、始めていきます。ではまずドリブルから見ていきます。ドリブルに関しては正直多分期待しすぎでしたね。数値バランス99、敏捷性99、ドリブル値98だったり、数値的には超一流のドリブルするのかなと思ってたんですよ。ただそこは上回らなかったですね。むしろ期待を裏切った形ですね。ドリブルね、決して安定感ないわけではないんですけど、ボディタイプ的にキュンキュンのドリブルをするわけではないので、やはりどうしても昨日使ったチチャの方がドリブルはいいなっていう感じはしましたね。ターンの遅さだったり、ドリブル値があそこまである選手とは思えなかったですね。そこは少し残念でした。ただ、マチス、いい点としてはポジショニング、まずポジショニングのね、この選手値は高くないんですけど、すごく賢い AI を持った選手だなと思いました。本当にね、いてほしいとこにいてくれたり、走ってほしいとこにいてくれたりするんですよね。今のシーンとかも、ボールの受け方自体はすごく綺麗なところで受けているなという印象でしたね。今ここもストライカーに今スライドしているのがマチスですね。ここのボールの受け方とかもいいところで受けてますし、本当に走りながら受けてるっていう感じですね。ここも動きながら受けてる、あとはね、もう自分自身のプレースキルで、僕自身が少し雑にやってた分、ちょっと得点には至ってないんですけど、やっぱりこれは自分で動かしてるんで何とも言えないんですけど、
本当にね、ちゃんと走りながら受けてくれる選手だな。ここすごくね、大事だと思います。やっぱり止まって受けるのと流れの中で受けるのではやっぱり違うので、そこはねすごく良かったかなと思います。まあ、今のシーンとかも自分がやっぱもっと上手ければ、もう少し前にドリブルしてボールロールしてら 100% 入ってるシーンなんですよ。まあ、そこがね、どうしてもライバルズだったりあんま考えてないでやってるので、まだまだね、上手くなる余地があるなっていう気がしましたね。まあ、ここのシーンとかも、ここね、すごい高精度、打ちましたね。この選手ね、高精度の数値持ってるわけではないんですけど、カーブもそんなに高い選手はないんですけど、いい高精度シュート打ちましたね。おそらくね、シュート力が99あるんで、まあ、シュートパワーでご利用してるっていう感じですね。まあ、ここも貫通で、まあ、すごくいい抜けだし、やっぱりね、スピードはね、もう超一流でしたね。ほとんど誰でも抜けてましたね。そこはすごく良かったですね。まあ、全体的にすごい使いやすい選手でした。まあ、癖もないので、ドリブルもそこそこいいんで、まあ、ここのね、オフザボールの動き、すごく良かったですね。今の走りながら、本当に空いたスペースに持っていくっていう感じですね。で、もちろんね、こういう風に。自分自身で動かした時も安定感ある選手ではありましたね。っていう感じですね。まあ、ここら辺のね、まあ、ボール、ここのスピードですよね。ルーレットからの、まあ、最後ラストパスも素晴らしいパスですね。やはりね、まあ、全体的にすごく使いやすかったです。ただ、まあ、言っちゃえば特徴という特徴はなかったかな。まあ、その、ドリブルがね、やっぱもう少しもう良ければっていうのは変ですけど、もう少しぶっ飛んでればぜひっていう感じにはなったんですけど、まあ、これぐらいの選手なら結構いるんじゃないっていう感じですよね。まあ、オルシチとかも今13万とかで買える時代にはなってるので、まあ、10万前後でもすごくいいウィンガーだったり、いい選手って多いので、それらに比べるとやっぱちょっとね物足りなさみたいなのありましたね。まあここもねいいポジショニングで、まあ結果的にね、まあ不細工なゴールにはなってるんですけど、やっぱりいいところにいるからああいった点が生まれてるっていう感触はありましたね。まあ最後ここはスキルムーンからの最後高精度で締めていきます。では最後マチスまとめていきます。まずね、値段抜きの話をするとかなり使いやすかったです。まあ、スピードもありますし、まあ、スピードもねほぼ完走してますし、まあ、シュートスタッツもあります。ほとんどシュートを外すシーンがなかったかな。まあ、強いて言うなら本当に流れの中でちょっと冷静さのせいで、まあ、コンポージャー冷静さが79しかないので、まあ、物足りないなと思うシーンはあったんですけど、まあ、全体的にかなり決めてくれるなという、印象でした。で、ポジショニングに関しては84しかないんですけど、僕的には攻撃的 AI はかなり、いい選手だなと思ったので、使いやすかったです。かなり使いやすかったです。ただ、まあ、その分、ドリブル値が、まあ、多分皆さん期待されてるドリブルだと思うんですよ。この選手174センチで、まあ、ドリブル値97あるんで、もうえげつないドリブルするんだろうな。それこそメッシみたいなドリブルしても、まあ、期待値としてはあると思うんですよ。その期待値は上回ってないですね。多分このカードを使った方は、あれ思ったよりドリブル良くないなと思うはずです。昨日レビューしたチチャの方がドリブルの感触としては全然良かったです。やっぱりね、ストッキーというボディタイプがターンの遅さだったり、まあ重いターンの遅さ、ボールを扱うスピードが遅くしてるなっていう感じはしました。なので、まあ、期待しすぎはあんまり良くないです。で、まあ、値段、15万という値段に対しておすすめかっていうと、ちょっと微妙かなと思いました。まあ、決してね、悪いカードではないんですよ。で、今後、このカードがもしアップグレースする可能性、88、89狙えてるなら安いと思います。このカード88、9、まあ、ベスト4、決勝までグラナダが行っちゃうのであれば、もうめちゃくちゃ安いと思います。今の値段ですごく妥当だと思います。ただ、まあ、ラリーガ、まあ、他のオプションの話をすると、ラリーガに関しましては、正直、今、カラスコが10万で買えるんですよ。で、サイド起用ならカラスコの方が全然おすすめです。多分、走りた、ランタイプ的にはカラスコの方が突破力っていう点では合ってるのかな。ウィング起用では合ってるのかなと思います。で、中央起用では、まあ、マチスの方が、良いとは思うんですけど、わざわざマチスにする必要性はないのかなっていう感じですね。ラリーガの左ミッドとして、それこそまあカラスコそのままでもいいと思いますし、正直期待値としてはこのアンスファティの方が僕は使いやすいなと思いました。まあその程度の選手ですね。まあデンベレとかね、いるので、無理にここで14万コイン使うなら貯めといて他のリーグの選手とか使ってもいいのかなと
思いまして、で、まあ、サブとして作りたい方もいらっしゃると思います。サブとしては、まあ、オルシチが現状13万、ボアドゥが8万、ワマンギとかが7万台で買えると考えると、まあ、ちょっとね、このカードに14、5万出すのはもったいないかなと思います。アップグレードの可能性がないこのカードとしては、ちょっとね、パンチが弱いかなっていう気がしますね。ドリブル値がそこまでではないので、もっと他のいいオプションがいるなと思いました。で、まあ、それでも作ったっていう方々は、ケミストリーとしてはマックスマンがおすすめです。まあ、理由としてはね、他のケミストリーがね、ほとんどね、当てはまんないです。まあ、デッドアイでもいいとは思います。ここのね、ドリブル値、あんま変えても上がらないとは思いますが、まあ、マックスマンでどちらかというとドリブル、まあ、ショートパスはあんまり気にならなかったので、ドリブルとフィジカル上げるのがベストだと思いますという感じで終えていきます。まあね、グラナダがね、もしね、快進撃を続けてこのカード89とかになったら破格の安さにはなると思いますけど、やっぱ可能性を考えちゃうとね、どうしてもね、それは厳しいかなっていう感じはしますね。って感じで終えていきます。で、まあ今後の予定、明日の深夜にバースデーが来るので、まあそれ次第かな。まあ今日は多分ね、先週 SBC は来ないと思うので、まあそこから見ていければなと思います。そうだ、今日木曜日か、 T モードウィークの動画出そうと思ってましたが、今週ちょっと微妙なんで、まあ明日時間あったらやります。ただまあかなり微妙な週で、あんまりね、説明するとは必要性もないと思うんですけど、まあちょっと毎週やりたいんで明日やります。という感じで今日も終えていきます。もし質問、コメントなどありましたらいつでもお待ちしております。そういえばアップグレード来ましたね。予備地とかかなり強くなってるので、ブンデスでストライカー探してる方はぜひね、使ってみていただきたいカードですね。質問、コメント待ってます。今日も見ていただきありがとうございます。ではまた。